どうですか。あ、僕あの埼玉の方、あ、そうですそうです。で、あの近くなんで、はい、何かあったらあのまああんまりお役に立てるかわかんないですけど、力はあんまないんですけど、あのお手伝いできると思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、それじゃあまずはそれ。ああ、そうなの。なんかあの今の説明の中で、プロフィールの中で、そうですね、ここちょっと何かお力になれることあったら、ですね、あのまあ亡くなった宗家でね、そういう、あの話で僕がやっぱりこうすぐ頭に浮かぶのが、僕もあの元宗家で、であの破門後の平成9年に宗家会入ったんですね、あの単独で僕は。で、もともと一般というかあの無宗教の人間だったんで、全くその宗教の良し悪しとかそういう、こう判断基準とか全くこう分からない中で、まあ学会に誘われて 入りました。でもいきなり二世本尊から始まって、で信心してすぐにまあ結婚をして、で1年ちょっとで子供ができたんですけど、その子供が亡くなったんですよ。でまあそれがもうあの最終的に15年経って、まあ自分もこうもう全てダメになって、仕事とか、まあ、あのうつ病にもなりましたし、パニック障害になって、でもうで中でやっぱ東田さんその動画をたまたま 見て、それでこう召集にあの新人ができるようになったんですね。それで、まあ、子供のその亡くしちゃった子供のそのエコーも、正しいエコーもできるっていうこともその教わって、でそれがきっかけになって入信できたっていうのがあって、はい、なのでもうその僕はその亡くなった子のその恩返しじゃないですけど、まあもう本当になんですかね、あの供養させていただくたんびに本当にありがたいなっていう、そういう思いに、なりますね。その本当にその正しい音楽をさせていただくと、はい、だから間違いなくそのお父さんお母さんのその供養していただければ、あの通じると思いますので、一緒に、はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい。